さんこんにちは、星空案内人の佐々木です。今回のキラキラチャンネルパート2は私が担当いたします。今回は宇宙ナウ10月号11月号から面白天文学恒星を大量生産する方法を教えますを書かれた三輪貴弘研究員にお話を伺います。では三輪研究員よろしくお願いします。どうも、いつもと立場が逆です。よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。はい、こちらの方で星の生まれる現場というか星の生産工場というふうにお話を伺ったんですけれども、はいはい、宇宙の中ではこういった場所はこうまんべんなく存在しているんでしょうか。宇宙の中に暗黒星雲と呼ばれるものは至る所にあることが分かっています。まあまんべんなくというよりも若いお星様の近くにたくさんあることが分かっています。はい、はい、例えば、はい、三回星団と呼ばれるような星団の中でも、はい、うんと年齢の若いものの中にはこういうふうにまだ若いお星様なんだけどまだこれから星が生まれるぞという星の材料が塊として暗黒星雲で残っているところがあります。そういうところを観測するときはどういった観測方法ですか。はい、はい、でそれなんですが、はい、例えばこれ可視光線といって、まあ、人間の目で見える普通のデジタルカメラで撮った写真なんですが、はい、こういう場所を電波を使って観測すると中が透けて見えてくるんですね、はい、で透けて見えてきた中身がどうなっているかというのを調べるとここで星が生まれているかどうかというのを知ることができます。はい、まずはじゃあ電波を使って、はいはい、観測をするんですね。はいはい、通常、星が一つの暗黒星雲分子雲の中から、星が一つだけしか生まれてこないっていうのはまあほぼありえません。だいたい分子雲があるとその中から数十個数百個っていう単位で一斉に星が生まれてきます、はい、その恒星の活動ですねが周りの分子雲をこうギュッと固めていくような作用を起こします、はい、でその固めて濃くなったところっていうのは星を生みやすくなるので熱くなってるんですね。そうです、はい、でその固めたところでいっぱい星を生まれる、はい、そういうからくりを誘発的星形成と呼んでいて、はい、今回それを記事で取り上げています。はいはい、もう少し詳しくその誘発的星形成にはどういった力が加わって星が生まれるのかということをお伺いしたいんですけれども、はいはい、先ほどお話しした通り分子雲の中からはたくさん星が生まれてきて成長がうんと早い重い星が先に恒星として活動を始めます、はい、で、活動を始めたお星様は落ち葉がバラバラになっているのをこう放棄で吐き集めるように、分子雲をこうある場所に集めていきます。でその時に使われるその放棄の役割をする、はい、力が紫外線紫外線、ね、はい、肌の大敵そうです、はい、日焼けしたりすると分かるあの紫外線ですね、はい、紫外線これはじゃあ生まれた星が紫外線を出しているんですね。そうです、はい、ちょっと不思議な感じがしますよね、風でもないものが、はい、なんでねその分子雲を吐き集める放棄の役割をするか、星があって分子雲がある、はい、でそこに紫外線が当たると分子雲壊されちゃうんですね、はい、で分子雲壊されちゃうと星できなくなっちゃうんじゃないかと思われると思うんですが、はい、実は表面のところだけが紫外線の被害を受けます。でバラバラになった分子っていうのがポンと外へ飛び出していくんですね、はい、そうするとその時の力でグッと押し込まれる、はい、そうですここに書いてあるこの図の通りですね、はいはい、そうすることによってまた星が形成されてくる。そうです、この部分にも
そうですね、さっき紫外線の当たった部分、圧縮された部分がまた星を生み出す、はい、はい、そうしましたら次の段階、そうです、はい、最初に分子雲に紫外線が当たります、はい、そうすると最初に吐き集められた塊のところで星が生まれます、で星が生まれると材料である分子を使い切ってしまいますよね、はい、でそこでお星様がキラキラ輝き出す、そうすると残りの分子雲っていうのは、はい、生まれたお星様のさらに後ろ側にあります、はい、そうすると今度は真ん中からのお星様がスッと今できた星をすり抜けて奥の分子雲に当たります、この紫外線がまたずっと当たり続けてるんですね、そうです、はい、そうすると今度はそこがギュッと押し縮められてそこにまた新しい星が生まれるので、はい、誘発的星形成の場所で生まれたお星様っていうのは年齢の順番に並ぶことが分かっています、あ、分かりま す, です、ね、じゃあ星の誕生がまた引き金となって新しい星を、生む、そうです、んですね、はい、はい、これが星が勝手に縮む、重力だけに任せない、ね、はい、外側の力を借りて星をたくさん作るのに向いた方法だというふうに言われて最近注目を浴びている、星形成のメカニズムの一つなんです、はいはい、で、こういった研究なんですけれども随分昔から行われてきたことなんでしょうか、昔は目で見える可視光線でしか写真が撮れませんでしたから中が分からなかったんですね、理論自体は、1920年頃に初めての論文が出ているんですが、電波天文学とか赤外線天文学といって、はい、暗黒星雲の中を透かして見る技術ができたのは戦争が終わってからのことなので、この、30年ぐらいで急速に研究が進んできた分野です、私たちの太陽、はい、ね、今46億歳ですかね、はい、もう一度に一緒に生まれた星というのはあるわけですよね、はい、その通りです、はい、太陽もたくさんの星の中の一部だろうというふうに言われています、はい、で、じゃあ同じ分子雲で生まれた、同じふるさとの思ってる、はい、太陽と同じふるさとで生まれたお星様が今どこにあるのかっていうのは、うん、実ははっきりしてないんですね、はい、近くの星はそうなんじゃないかっていうふうに言われていたこともあったんですが、研究してるうちにあれも違うこれも違うなっていうふうになってしまっていて、うん、まだまだ実は分かっていない状態なんです。太陽に関してはちょっと面白いことがあって、はい、太陽も実は誘発的星形成の中で生まれたのではないかという説があります。兄弟がたくさんいるんですね、はい、はい、実は超新星爆発っていう、ね、はい、大爆発がありますね、はい、あれはもう純粋にドーンと爆風が来るので、はい、これと同じように、まあ、放棄で吐き集める効果が強く働くんですが、はい、その時に死んだ星の残骸を太陽になる分子雲が吸収して、でそこから太陽ができたのではないかという説もあるので、実は誘発的星形成は太陽系を作る手がかりを握っているのではないかと唱える学者もいます。はい、星が最後に重い星ですよね、はい、超新星爆発を起こして、はい、で死んでいくときにまた新しい星を生み出す力になっている、そういうことも言えるってわけなんですね。そうです、はい、まあ、言ってみれば命のリレーみたいな感じ で、ね、脈々と星が生まれているということが分かっています。 その時にたくさん星をまた生み出している、はい、今月のキラキラチャンネルパート2はここまでです。来月もお楽しみに。はい、それでは皆さんさよなら。立場が逆って緊張しますね、はい Yeah.